はい、どうも、鳥さんです。本日はですね、なんと1年ぶりでございますかね。1学期にしかやらない1学期末テスト、こちらをやってみたいと思います。はい、ということで、今回漢字ですか、また。そうですね。難解漢字ってやつですか、まあ、読み方が難しいってことですね。そうですね、うん、まあ、去年に比べれば難易度的には簡単な方ではないかとは、はい、下がるんだ思うんですけれども、去年ってどのぐらい合ってたの？1個2個しか合わなくて。そうですね、正解しなかったよね。ええー、確かに。ということは10問中4問正解、これはどうですかね。そうですね、追試です。追試ですか、はい。じゃあ早速やってみたいと思いますね。皆さんもね、ぜひ一緒に考えてみてください。いきなり読めないよまあまあ、とりあえず分かるやつね。そうですね、書いていっていただいて。はい、これはまあね、ほほほほ。え、これとこれってそのまんまでしょ、もうだって多分。あー、ちょっと書いてみていただいて。もうだってこれでしょ。おお、これでしょ。ほうほう、うん、これはだって逆にさ、あれしかもうないわけですよ。もうこういうことでしょ。あ、まあ気持ちはわかるんですけど。違うの？そのまま素直に取って良いだろうか。はあ、これなんかもう何もわかんない。シンタおい、シンタみたいなねえ。センフリシア、うん、ヨンガ、何ユリカモ、おお、ひらめいちゃいました。まさか。え、そのまま読むとこれカモメだよね、確か。大海さんの王。おお、でカモメだっけ。ゆりカモ、ゆりカモ乗り物やまんじゅか、まんじゅか、わかんない進化一応食べ物、食べ物、食べ物、はい、進化、進化、進化、食べ物、はい、料理ではないんですけど、はい、加工されたものですかね。何ですか、加工されたもの。おー、うん、これは植物ですね。植物、うん、ヨンガ、ヨンガシャー大家だからさ、最初の文字だけ言いましょう。はいはい、あです。あ、あ、あ、あから始まるあ、あ、当て字ですか、もうこんなの。まあ、当て字というか由来というか。由来、まあ、その建物は四方の柱と屋根だけの休息所のことを言うんですね。ああ、なるほど。あ、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 あね、あ、あ、ちょっと飛ばすな。二号半ではないです。ではないですね。二、二、五、愛、
藩は藩しかないよね。いえ。よ、あるんだ。はい。藩、藩以外にあったっけ、この。これや。おう。ゆりかも。あれ、おう。これなんだっけ、かもめだったっけ。百。はい。おう。おう。うん、次だ。マジか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 。そうですね。まあ全然違う。全然、まあ当て字だと思います。これ当て字。はい、当て字。最後ですよ。玉、食、霊感。まあ、これは、まあ、植物でいいか。植物、食べ物。はい、できた。できました。では、答え合わせを、はい、していきましょうか。はい、ちなみに自信があるのはどれですか？はい、おおおおおお、あ、いいですね。80点ぐらいは取れるんじゃないかなと。80点。はい、目標はね。お、一応合格ラインかなっていうところでね、この1学期勉強してきた成果ですから。私のね、今までやってきました。さあ、じゃあ答え合わせやっていきたいと思いますよ。はい、ではまず1問目、はい、正解は、はい、ペンギンです。ペンギン、ペンギン立つからか。そうですね、その様が2本足で立つから人のようだと。なるほど、皆さん覚えましたか、ペンギンね。はい、では続いていきましょう。はい、心も、心が太い、シンタ。こちらは、はい、ところてん。ところてん、ところてんでございます。ところてん、どこがね。特に由来とかない。由来とかは、昔、心太とそのまま呼ばれていたと。心天のこと。はい。心ぶと、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 心天みたいなことなんですか。そういうことだ。なんか、そうです。これをギューっていうあれは関係ない。なさそうです。ない。だんだん変わっていったと。そうですね。はい、じゃあ続いて。はい。これはもう、ムカデ正解です、ね。これはもうそのままですよね。薄い。さすが。はい。はい。はい、そして、はい、正解です。センブリ、センブリ苦いやつ。はい、はい、でそして、はい、絵は100点満点ですね、うん、これでしょ。あずまや、あずまや、あずまや、あずま、でもこれでしょ。それです、それです。まさに三角かな。そうですね、まあ四方の柱。あ、そっか、そうところから来てる。これ柱なんだ。それ屋根です。屋根、ちょっとそこを調べておきます。なんで、あっていう字なのかね、うん。いやー、そうっすか。あずまやね。わかんないな。じゃあ続いて。これはもう、え、まあ、まあ、ね。これはもう最初からわかりましたよ。はい。そして、粉からと読みます。ん？粉から。粉から。はい。意味は、半分の半分。はい、もうそもそもその言葉を知らなかったですね。粉から。粉から。粉からね、皆さん覚えましたか？粉からね。ゆりかもめで正解でした。まんま？まんまです。じゃあまあ合ってたようなもんだね。ゆりやって書いてありますけど。そうですね。
あ、ゆりかもめっていう種類のカモメいるんだ、実際に。はい、俺、乗り物のあれ、なんか、のさ。そうですね、うん、確かに。あ、それから普通に撮ってるんだね。はい。なんだろう、普通に考えればよかったんだ。はい。なるほど。じゃあ、これですよ。そうですね、これ、あの、まんじゅかとも呼ぶんですけれども、はい、正解は、パパイヤ。パパイヤ。なんでこれなんだろうね。詳しくは皆さん、ご自身で調べてください。まんじゅか。パパイヤ。なるほど。じゃあ最後ですよ。さあ、たまに。うん。ああ、惜しかったっすね。ほう。正解は、うん。トウモロコシです。トウモロコシ？はい。ああ、じゃあ俺が当たるわけないな。トウモロコシ当たんないよ。こちらの2文字でモロコシともともと知らん。そうですか、モロコシ、はい、これでモロコシって読むと、当てておりましたね、昔から。なるほどね、皆さんわかりましたか。多分ね、テスト出ないんですよ、これほぼね。ということで、まあ、ヒントをもらいながらも含めて3問正解ですか。まあそうですね、まあ、これは疑いすぎましたね、ちょっとね。私そうですね、まあ、だからヒントなしでも、まあ、3つだったのかな、って感じですかね。まあでもね、まあ皆さんも自分の心に浮かんだね、ものが正解だと思っていいと思うんですよ。だってこんなの読めないもんね。なので、綺麗な心を持った皆さん、どうでしたか。なんと読めたでしょう。皆さんの心に浮かんだものが正解だと思います。いや、そんなことはない。まあこれを機会にですね、覚えていただいて、なんかの役に立つかもしれないんでね、雑学としてでもいいですし。なので、まあ今回のこの機会にこれをちょっと覚えて、まあなんかちょっとした自慢とかもね、できるかもしれませんから、何かに役立てばいいなと思います。ということで、今回は3問正解で追試かな。追試ですね。ね。またダメでした。じゃあまたお会いいたしましょう。バイバーイ。